立命名備前国宝閉作大包み平は、平安時代末期に作られたとされる日本刀である。日本の国宝に指定されており、東京都台東区にある東京国立博物館所蔵。国宝指定名称は、立命名備前国宝閉作。現存するすべての日本刀中の最高傑作として、知られ、同時切れ、安綱と並び称されて、 日本刀の東西の両横綱と例えられることもある。平安時代に活躍した古備前派の刀工、包み平らによって作られた太刀である。大包み平らという名前は、方平作刀の中でも結出した出来であるため、大包み平らと名付けられたとされている。江戸時代に、岡山藩主の池田三翼が、無駄に刀剣を購入することをいさめる熊沢万山に、懇願して入手したという逸話が伝わっているが、 実際には、三つの祖父の池田輝正の代には、池田家に伝わっていた。池田家では、この大筒い平を、池田正州や池田ラ久二密などの名刀と共に代々伝えていた。使用例としては、具足氏の儀式の際に着用する具足と共に、大筒い平を毎年飾っていたと記録に残り、家での年中行事に用いられていた。 長らく池田家に伝来していたが、1967年に文部省が6、500万円で買い上げ、以後は東京国立博物館に収蔵されている。波長8 9 2トル、反り3 5トル、元幅3 7トル、作り込みはしのぎ作り、よむね、頭身は幅広く、重ね薄く、腰反り高く、切っ先はくびとなる。 私鉄は小判目肌が、薬味、血にえつき、地形しきりに入り、淡く乱れ移り立つ。刃紋は小乱を主体に象徴し、互いの目混じり、足、よう入り、子にえつき、匂い口深く冴える。帽子は、乱れ込んで、浅く帰り、二重人心がある。彫り物は、表裏に棒土をかき流す。茎は、西部、先は栗尻、ヤスリ目は勝手下り、目くぎ口は二つだが、 くきしり近くに3番目のめくぎこうらしき、葉側に駆け込んだ大きなくぼみがある。小備前派葉の投稿、つつみ平らは通常、つつみ平らに地面を切るが、この大つつみ平らは、備前国宝閉作と長明に切る点が珍しい。制作年代は、平安時代末期、12世紀頃とされている。通常、これだけの長寸で、大身の太刀となると、 重量は 2kg を超える相当に重いものとなるのが普通だが、大筒み平らの重量は 1.35kg と非常に軽量なものとなっている。これは、同寸の太ちに比べて重ねが薄いためで、超寸でありなおかつ重ねの薄い作りを両立させていることは、作刀技術の高さを実証するものとして高く評価されている。ありがとうございます。